今年のゴールデンウィークは佐久市の牧場がかつてないほどの観光客でにぎわったそうです。可愛い動物の赤ちゃんにみんなメロメロです。可愛い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 以外の言葉が出てきません。みんなを虜にする動物たち、佐久市にある観光牧場末都市牧場です。触れ合い重視ですね。触れ合い動物園です。珍しい動物とも触れ合えます。ご飯食べたの？ご飯食べたんじゃない？こちらにはスカンク、ミーアキャット、マイクロブタが一緒にいます。あんまり見ない動物をなんか間近で触れ合えるのってすごい貴重な体験だなって思うんですごくいいところだと思います。乗馬や餌やりなど触れ合えることが人気の理由のようです。あの他の動物園と違って触らせてあげたいっていうのが強いので、うん、多少ちょっと危険があってもね、またそれはそれでいい経験になると思うのでね。末都市牧場ではこの春たくさんの子犬が生まれました。生後1ヶ月のミニチュアシュナウザー、そーっと抱っこに挑戦。かわいい。お尻持ってあげる。怖い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 。しばらく撫でているうちにようやく慣れて、初めての抱っこに成功です。嬉しい。ちっちゃいです。かわいい、かわいいです。よかったら販売もしますので。今年のゴールデンウィークは4日に3500人、他の日も2000人を超えるなど、今までにないほど多くの人が訪れたということです。